それじゃあね、株は無事買えたってことで、いつも通りのね、日課を進めていこうと思うんだけど、まずメールみたいな、メールは結構溜まってんじゃない？いや3つか、マイレージプログラムのマイル交換、そしてたぬき開発、お客様が引っ越してこられたので1000マイル、これピンですね。そしてハッピーホームアカデミーの審査来てる、27,692 ポイント、それ変わんねえなきっと、ランク A ね。でまたなんかもらったわ。それ以外にもプレゼントを拾ってたから開けてみよう。これは街灯か。おし、できた。わー、なんかすごいいい感じじゃない？俺の中には素晴らしい。そしてこれはケケディキシーで、これは金鉱石、ナイス。でこれが今さっきもらった2つかな。観光望遠鏡、あ、買ったわ。そうだ、あんね、こんなものを買ったんですよ。これは何用に買ったかっていうと、ここですよ。ムーにはしっかり島民をね、監視してもらわないと。悪人が来たからね。そしてこれはラタンのサイドテーブル。ん？どんな？あーはーはーはー、なんか良くない？なんか南国感というか、バリ感。そしてさらにもう一個、拾いました。これは学生服のズボン？マジで？ってことは、あ、緑色って。緑色かよ、浦飯祐介じゃん。ってことはちゃんと上着もあるんだよね。学ランがあるんだ。マジか、欲しいな。じゃあ音楽聴いてみよっか。ケケディキシーってやつをね、登録して、この陽気な、聴いてみよう。お、ファミコン感があるね。全然悪くない。で、いろいろやりたいことはあるんだけど、一回身支度しよっかな。うん、この組み合わせなんか春っぽくてよくない？おじさん一回やめよっか。コメント見た感じ結構ね、要望多かったのは、もう一回大泉くんが見たいなみたいな、そんな感じだったのよね。ちょっと待って、俺もね、もう一回戻してもいいかなと思ってんだよ、原点回帰。老けたな、大泉くん老けたな。わあ、懐かしい。ああ、やっぱしっくりくるな。さて、いろいろとね、また収穫とか行きたいんだけど、株をね、家の中の収納にはね、入れられなかったんだよ。ってことで、どっかそこら辺に一旦株は避難させようか。オッケー。まあ、まさか株泥棒なんか来るわけないしね。そして、マンホールのレシピをね、買ってたんですよ。これは何かしら使えそうじゃない？お、鉄鉱石3つで作れるんだ。へえ、これ作ろうかな。そしたらまず先に化石の回収、資材の回収しつつ、服屋さんのを作る場所を決めよっか。スミちゃん、ちょっと待っててね。ちょっと待って。で、何、どうした？富士さん、島おこしの活動はどんな調子ですか？あ、もうスミちゃんだけよ。俺のこの島おこしについてすごい気をかけてくれるのは。今日お勉強したのは、また富士さんにお渡したいものがあるからなんです。もう本当にいいのかい、あなた無理してないかい、レシピかい。それはパームツリーランプのレシピなんです。良い飾り場所があればありそうではありますが、作ってみるだけでも楽しいと思います。よっしょ。まあ、あのスミちゃんがくれるものだからね、相当センスがいいでしょう。本当にセンスいいな。すげえこれ、パームツリーランプ、ヤシの実で作れる街灯みたいなもんか、これそんな感じじゃない？いや、ちっちゃいのかな、ランプか。あ、まあランプか、そんぐらいか。でもいいね、それは。ありがとう。はい、資材回収大体終わりました。そして服屋さんの場所なんだけど、橋渡ってこの博物館に向かう道中のここら辺が空いてるから、ここら辺にしようかなーって思ってる。あー、悪くないんじゃないかな、ここ。うん、ここにしよう。で、ここら辺にある木が結構邪魔だなーって思ってるんですよ。伐採しちゃうか。よし、できた。うん、全部右に寄せた。もっさもっさ。全然わかんないな、これ。うん、全然見えねえや。まあいいんじゃないかな。ここら辺も小綺麗にしていこっか。そして、あ、そういえばさ、石はどうやらね、その壊しても
また違うところに出てくるみたい。ってことでこれもここに邪魔かなって思うから壊しちゃおうかと思います。ラムさん、あーすっきりした。うん、よし。でそうだ、お話しするべきことがあるんだけど、俺はねこのまっすぐに坂を作りたかったんだけどできなかったんだよ。なんか距離が近すぎるとかってそういう問題、見栄えが絶対悪くなっちゃうけども、少し右にずらすしかなかった。募金が前回生放送した日の夜にここを作ったんで、募金が溜まってるはず。少しは298ベル遠足のお菓子か。まあ16万7000必要なんですけど、まあご安心ください。僕は大株主なんでね、あの株が1株1000ベルになるところをご覧入れましょう。思いは届く。じゃあ化石の鑑定と寄贈しようと思うんだけど、そうだ、美術品の鑑定もしてくれるらしくて、この有名な名画、これ見てなかった。見れんのか、飾る。おおお、これは本物だよね。あ、これ本物じゃない？これは本物ですよ、モナリザ。え、これ寄贈すんの？いや、もしもモナリザが手元にあったらもう高飛びするよ。それぐらいの価値あるよ。まあでも渡すしかないよな。美術品見つけたよって、これか。これね、モナリザですよ、モナリザ。マジですごいな。え、これをあのキツネが持ってたの？あいつやばくない？国際指名手配でしょ。ほほー、これはあの有名な名画ではありませんか。あくまでもモナリザとは言わないのか、これ。いやー、現物忘れてましたよ。確かに有名な名画としか言いようがありませんね。バカか。この有名な名画があれば美術品専用の展示室を増設できるんですが、うん、いかがでしょう。この美術品私に預からせてはいただけませんか。本当は手元に置きたいけども、美術館は見たい。ほほー、よろしいですか。ではお言葉に甘えさせていただきましょう。高飛びすんのよ。さあチェック。お、いっぱいあるぞ。パラサウロロフスの頭きた。パラサウロロフスだ。え、琥珀いいですね。ユーステノプテロン、お、これ1個でいいんだ。そして、あ、琥珀もあった。あ、琥珀はじゃあ1個だけなのかな。スミロドンの体、ディプロドクスの尻尾の先、尻尾にさらに先があるのか。まあ、琥珀は1個跳ねのけられちゃうかな。そして、この蝶、ニシキオオツバメガってやつを取りました。 OK、 見てみよう。琥珀は多分ここにあるよね。あ、あれじゃない、あ、あれだあれだ、あの奥にあるやつ、何の琥珀だ。なんか蚊っぽいな。え、ていうか右にいる蜘蛛キモ。おー、結構立派になってきたんじゃない。これパラサウロロフスの頭っていうのをね見たいんですよ。あとユーステノプテロンだっけ、ユーステノプロン、ん、ユーストリーム違う、これだ。パラサウロロフス、あ、そんな顔してたんだ。全然できてないね。そのユーストリームサウルスかなんかが気になるんだけど、あれどこにいんだ。なんかプテラノドン的な感じかなーって思ってんだけど、あ、これか、ユーステノプテロン、魚か。いらないものは全部売ったんだけど、これ気になるんだよ、白いホールの壁。なんか高貴な感じがするな。これも買っとこう。あ、そうだ、絹代さんに言わなきゃ。あ、待って、なんか運動してる、一緒に見たい。お店もしてきました。ほんまおっきいに、お店が完成したらうちやお姉ちゃんともどもよろしくお願いします。待ってるよ。待って、可愛くない？いいなー、そのチームジャージ。なんで俺にくれないの。はーい。いや、無視か。それっぽく合わせみた。あー、可愛い、可愛いじゃん、可愛いじゃん。よし、じゃあみんなとお話していこっかな。けんちゃんどうだい。そう、俺さ、前々回ぐらいに大失態を犯してるんですよ。現地でおしゃべりするのを忘れるっていう、すまなかった。いや、この島最近すごい人増えてきて、いや、だけどそれは言い訳にならないな。源氏、すまなかった。落とし物しないか、お前。どれどれ、ちょっと見せてくれ、マロ。ああ、源氏はいつも通り俺に接してくれる。こんなどうしようもないクズを。さあ、落とし物だよ、源氏。君のだろ、知ってるぜ。悪いけど、これはオイラのじゃないな。そんなこともわかんないのか。ごめん、源氏。でもこういうの、スミちゃんか。やっぱりスミちゃんか、本だもんな。わかった、ゲンジ、お金には困ってないか。もっと話そうよ。なあ、お前知ってる、
ハチ熱、調子悪くて寝込んじゃったらしいんだ。マジで？すげえ心配じゃん。よーそミンティアやったら、きっと喜ぶと思うぞ、マロ。ね、風邪とか引くの？まあ、心配だな。で、モニカちゃんは？チャオ、元気？元気です。お話を。さっきね。あ、モデルウォーキングね。それ、前も聞いたな。他には？土いじりをすると、心と体が癒されるって聞いたことあるけど、もしかしてレイジ君？あれ、なんかモニカってレイジのこと好きなの？なんか前も言ってたよね。レイジ君と喋ってたら落ち着くんだみたいな、そんなことを言ってたんだよ。その部分ね、動画にしてないかもしんない。毎日土いじりしてストレスフリーだからあんなにいるふわけなんじゃない？うん。あたいもレイジ君の店でいろんな種類の苗や種を買って愛され体質目指しちゃおうかな。つまりモニカちゃんはレイジ君が愛され体質だと思っていると。つまりそれ好きってことですね。これは全国のモニカちゃんファンが黙ってられませんね。はい、レイジの SNS 炎上で、スミちゃん、あー届いた。スミちゃん、これ君のだよ。これ落とした？あら、なんでしょう？ほら、これだろ、君の手帳だよ。中身は見てないよ。中身は絶対見てない。おじさん、そういうプライバシーはしっかり守る方なんだ。で、その週末の予定って誰？怖い。まだ日記帳なんだ、それ。見てないから、ほんと見てないからね。ありがとうございます。おお、実はずっと探したんですよ。ぜひお礼を受け取ってください。なんだ、服だ。服めっちゃくれるじゃん、スミちゃん。シンプルなパーカー。私のほんの気持ちですから遠慮しないでくださいね。うわ、嬉しい、ありがとう。アイアンアーマーいつまで着てんの？わ、見てみよう、スミちゃんからのシンプルなパーカー。何色だろう？緑。上も下も緑。まあだけど爽やかでいいんじゃない？ああ、いいと思う。別に悪くないと思う。普通のおしゃべりもしたいな。そういえば今日新しい方が引っ越したんですよね。後でご挨拶に行かなきゃ。しよ、君はやめた方がいい。危ないよ、スミちゃんなんて純真無垢な子がいたらまんまとだよ。まんまと、ヘイ、俺とカードゲームでもしないかい。もちろん全財産をかけてたみたいな、そんな口車に乗せられてスミちゃんはあっさりやっちゃうんだよ。お前ふざけんなよ、ピン。あ、なんだ、またレイチェル。待って待って、どうしようじゃない。違う違う、あー、なんか寂しい部屋。レイチェル、むむむ、いや待って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 、いやいや、俺ら初期面じゃん、初期面。俺とお前と現地でこの島は作ってきたじゃないか。実は俺ってあんなに話しとけないことがあるんだよ。来たくない、来たくないぞ。この島はたくさん思い出もできたし、その話をしてこの方時間がやっとる。ダメだ、ダメだ、お前ダメだ。初期面は言っちゃダメだろうが。確かにお前自由かもしれない。違う島で新しい人生を築くのは自由だ。だけどまだ完成してないじゃないか。このアイランド島は完成したらどこにでも行けばいい。だけどお前は最初から見届ける人として、この島が文明国家として EU に加入するまでは見る義務があるんだよ。行くな。おやおや、そんな風に言ってくれなんて、あんた情に熱いんだね。一目でくれてどうもありがとう。あんたにそう言われたんじゃ、このまま出ていかんてできないよ。引っ越しは当分お預けだ。そうだ、思いとどまれ。もうギリギリよ、もうギリギリ、メンタルギリギリよ。本当にこれでいいのかって分かんないもん。けど嫌だ、誰も行かせたくないね。うん、まあ今の段階ではね、みんなで頑張って行こうって段階じゃん。何てこと言うんだよ、あいつ。ふざけんなよ、出てけよ。どっちだ。で、ハチくん、うわ、ハチくんかわいそう。ハッちゃん、大丈夫？ちょっとちょっと、ひょっとしてお見舞いに来てくれたの？僕のためにわざわざありがとう。フジくんに会ったら少しだけ元気が。お母さんに伝えて、僕は幸せだったと。あ、元気出たのね。少し元気、いや出てないよ。そんな無理すんな、気張るな気張るな、黙って寝とけ。お腹が痛い。何食ったんだお前。お薬飲んだら治ると思うんだけどね。今すぐ持ってくる。待ってろハチ。作ってきたぞハチ。もうで、あー震えてる。できる限り作ってきた薬を4つ。頭はクラクラ、足はフラフラ、それになんだか寒いような。ではでは、そのではではは、ダメだ。そのではではの意味は、この世を去る時のではではだ。よくない、ダメだ。これお薬、
ほら薬だよハチ。ごめん。お薬もしかして僕のために持ってきてくれた。ではでは。ダメだ行くな。気をしっかり保て。4つ全部あげる。あげるから。頑張って。ん？思ったより苦くなくてよかった。あれれ？なんだか楽になってきたかも。君の薬すごいね。このボーダー T シャツもらってくれるお薬のお礼だよ。ではでは。いや、え？本当にありがとう。藤君はやっぱり頼りになるな。ではでは。気分だろ。いや、さすがにその飲んだ瞬間に治るとかないぞ、ハチ。それはないぞ。まあ、その気の持ちようだよ。僕も薬買っておかなくちゃ。欲しい時なかったら今日みたいに困っちゃうもんね。ではでは。あれ？ああ、3つ余ってるよ。いらないのこれ。あげるよ。お薬助かっちゃった。もし君がいなかったらと思うと。うわぁ、本当にありがとう。あ、まあまあまあ。ハチのこう涙は嘘じゃないと俺は信じてる。ハチはそんな演技ができるほど器用なやつじゃない。うん。まあ、無事ならいいんだけどね。あれまた入ったら、ハチ、もうあの帽子も脱いでるじゃん。え？ハチ？やっほー。まだまだおしゃべりしたいんだね。嬉しいな。ではでは、いや、帰ろうっつんな。待って、もう薬あげるよ。僕何かもらえちゃうの？ほら、持っとけ。これ。これって、お薬だ。どうもありがとう。君が僕のために用意してたんだもん。どんなもんあって嬉しいよ。ではでは。いや、お前が心配なんだよ。てか、ハチからもらったボーダー T シャツ着てみよっか。これハチがよく着てるやつ。ああ、そうだね。いや、ペアルック。いや、ハチくん。これ何着持ってんの？色っちいじゃん。恥ずかしいよ。いや、もう、噂されちゃうよ。こんなの着てたら。あれ？富士さんとハチくんって、え、いや、え、そういう、え？みたいな。あらやな、あらやなってなっちゃうでしょ。まあ、待って、まだ話してない。エイミー話したいな。あ、そっか。多分中にいるべ。いない。てか、お出かけ中よ。すげえ、淡白。ムーさん。ムームー。ムーさん。監視はちゃんとしてる？ムームー。あ、いるわ、中に。あ、いない。ちょっくら出かけてる？あれ？見てないっけ、女。あ、あそこにいる。かわいい。あいつ。ムーさん、あんなずーたいして、お鼻の匂いなんか嗅いちゃって、あららららら。これ、後ろから話しかけたらなんかあんのかな。あ、得意な。あれ？それ何？ん？虫眼鏡？お、おめえか、ダクマ。世間話しようか、何したの？しかし、おめえはいつ見ても楽しそうに島中を走り回ってるよな。転ばねえように気をつけろよ、ダクマ。ムーさん、可愛いとこあんな。お、どうした？もっと話そうよ。ウジ知ってるか？新しいやつがアイラン島に引っ越してきたらしいぜ。俺はそいつが黒だと思ってる。同感だ。俺もそう思うぜ、ムー。引っ越し初日じゃ発言さしだろうから。落ち着いた頃闇やからって、挨拶でもしに行くとすっかな。ダクマ。あ、エイミーいた。読書中？はいはい、どうも。あら、こんにちは、ダッピー。話してきたよ。今日みたいな天気の日は島の空気がいつもより美味しく感じられるわ、ダッピー。今度はどうしたの？私天気によって毎日のストレッチメニュー変えてる。わーお、意識高い。なんか関係あんのそんなの？今日みたいな天気の日は首のストレッチをメインでするようにしてるの。雑誌読むとき下向いちゃうからつい首が凝りがちなのよね、ダッピー。あなたおいくつなの？富士山ハッピーホームアカデミーから届いたお評価はもうお確認した？お住まいのお評価はお自分を映すお鏡のようなもの。しっかりお受け止めなきゃとは思ってるんだけど、おだぴー。もうキャラがよくわかんない。おうおう、コアクトーさん、どうだい引っ越しの調子は。あ、富士、早速来てくれたのか。やら、へへ、お前のおかげで今週も引っ越してこられたぞ。サンキューな。おいら新天地で一から鍛え上げるつもりだから覚悟しとけよ。今日は荷物が届いてないからトレーニングは明日から開始だ。ついてこいよ、富士。イカ様の練習？開けても開けてもダンボールが減らねえ。このクソダンボールはよ。うお、なんか夢出てきそうだな、にやろ。いや、そんな言うほどないだろ。少ない少ない、開けれよ、こんなもん。マジな。壁と床に敷き詰めないと
荷物が全部入らない気がするぞ。いや、入る。そしてブラザー、おっと、ブラザー DIY するの珍しいな。何作ってんだい？ふじくん、ちょうど DIY の最中で楽しくついぼっとしたよ。マジか。何作ってんの？今、こげちゃんのヘリンボーンも壁を作っているんだ。こんな夜空見たとき、僕の頭の中にビジョンが降りてきたのさ。そう、聖母マリアが天使からお告げを受けるようにね。君もこげちゃんのヘリンボーンの壁のレシピを知ってるって？おう、ジーザスクライスト。まあね、知ってるよ。僕らは無意識のうちに同じレシピを考えてたってわけか。相思相愛だね。ちょっとキモいな。相思だけど相愛ではないだろう。そうそう、作り方メモしといてよ。こげちゃんのヘリンボーンの壁をいろんな人の間で布教したいからさ。もし君の周りに作り方を知った人がいたら、このメモ渡してくれるかい？マジか。あれ？タックってもしかして割と気持ち悪い人？たくさんの人がこげちゃんのヘリンボーンの壁作って笑顔になってくれたら嬉しい。俺はそれで世界が救われると思ってる。いや、もうタックンはそれぐらいちょっとね、キモいこと言ってくれた方がね、嬉しいんですよ。あと普通の話しようよ。さあ、このタックンにどんなご用かな。面倒ごとはごめんだぜ。これいらない？僕に？マジかよ。何をくれるんだ。嬉しいね。クソあげられねえ。ヘッピーしようと思ったのに。 お薬あげるか。タック、お薬だ。薬だぜ、薬。縄文だ。危ねえ。なるほど、お薬か。こりゃすげえ。ありがとう。島の生活は何が役に立つかわからないからね。とりあえずもらっておくよ。こいつはすげえぶっ飛ぶぜ。本当に危ねえな、こいつ。あと普通の話したい。普通の話しようぜ。おしゃべりしよう。藤君、君、昨日は化石を掘り出したんだって？マジかよ。いや、毎日掘ってる。太古の昔から果てしない時は流れ、今の僕らに繋がっている化石ってロマンだ。言われなくても分かってる。よし、じゃあこれみんなと話したよね。誰も忘れてないよね。うん、大丈夫なはず。モニカも話してるしね。オッケーオッケー。よし、じゃあとりあえず今日この島ですることはもうほぼほぼないんですよ。まあ微調整やらなんやらはあったりするけども、それよりもね、新住民が増えたからまた集合写真撮りに行こうかなと。だからパニーのね、島に行こうと思います。よし、着いた。パニーの島ね。あれあれ、こんなに鳥いたっけ。え、かわいいかわいいかわいい。いやー、違う道具が行かないで。あ、どうも、ジョン・レノンさん来たよ。久しぶりだね。いやー、富士さん、また遊びに来てくれて嬉しいよ。撮影スタジオなら今空いてる。じゃあ使っちゃうね。よし、じゃあどうしようかな。どこのスタジオ使うかからだよね。あ、そうだ、こっちのね、部屋をね、見てなかったんだよ。こう気づかなくて。この部屋はどんな部屋？はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なるほど。エレガントな感じですね。どうしよっかな。どういう写真撮ろっかな。モナリザ地獄。僕がね、撮りたいのは、家族写真風の全員集合写真が撮りたいんだけど、何人いるっけ今。とりあえず全員来て。来てもらったらわかる。めっちゃいるな。で、待って。こんなに住民って増やせるの？すごいな。やっと半分超えたって感じ。どうしようかな。これ楽しいな。まずパパが誰とかそういう感じだよね。パパはもうムーでしょ。だから、たっくんは絶対子供。たっくんは子供だからここに座ってもらうわ。あ、座れた。あ、かわいい。オッケーオッケー。で、パパは、一番後ろよ、こういうのは。で、左右の椅子に座るのはおじいちゃんとおばあちゃんなわけですよ。あ、ちゃちゃ、お父さんは、こういうのは真ん中だわ、ごめん。お父さんとお母さんが真ん中座るんだよ。で、長男が後ろ立つんだよね。だから、長男俺？長男俺？まあまあ、でも一回真ん中入れるし。で、お母さんっぽいのは、レイチェルかエイミー。レイチェルかな？うん。そうだね、レイチェル。レイチェルがお母さん。まあ、設定ね、設定。で、おばあちゃんはエイミー。いや、待てよ。そうだな。おばあちゃんエイミーかな。うん。
で、おじいちゃんが八九にさせてもらおう。で、長女がモニカかスミちゃん。どっちだろう。いや、モニカは妹感あるよね。いや、見づらいな。もっと離れるか。やっぱね、後ろに立つとね、見づらいからね、あんまり置きたくないんだけど、まあ、こういう風に間に入るんだあれば大丈夫だけど、それでもな、で、段が作れないのがな、なんかの上に立つとかできないもんね、これ。ってなると、どうしよう。とりあえず、このちびっこ軍団は前に行っても邪魔じゃないと思うのよ。だから、君は前だな。長男私、次男が源氏、で三男がピンだな。で、長女がスミちゃんで、次女がモニカと。女性はやっぱり左側の方が、まとまってていいんじゃないかな。あ、意外とこれいいんじゃない？あ、意外とまとまってきた。これでいけそうはな。で、みんな服がバラバラだからちゃんと統一しよう。統一っていうかちゃんとおめかししよう。はい、全員お着替えしました。お、いい感じじゃないかい？ちゃんとそれぞれの役に合ってるような服を選んだんだけど、いや、モニカが一番むずい。妹ちゃんの服な、なんかこれちょっとさ、攻めすぎじゃない？これだとね、スミちゃんとかぶっちゃうのよね。これにしようかな。あー、まあそうね。紫にするよりはバランスがいいかもしれない。オッケー。じゃあこれで撮ろう。はい。いや、いいんじゃない？なんかいい写真だね、すごい。これならモニカの顔も入ってる。みんなこっち見て。いくよ。はい。いや、俺だけ違う。いや、この驚き顔じゃないね。違うね。なんか全然これで悪くなさそうだね。で、はい。何が嬉しいんだ？よし、OK。撮影終わり。あ、まあ、よかったんじゃない？思ったよりなんか、しっかり撮れた気がする。OK、解散。よかった。ああ、みんないる。でも、このみんな怖いんだよ。誰も話してくれないんだよ。なんか、レイチェルとムーが手繋いでるように見える。え、すげえ可愛くない？あれ。あ、もうパパとママったら、そんなもいつまでも、お熱くて、いいですね。あら、可愛い。まあ、みんな中身がないんですけどね。楽しかった。オッケー。そしたら、みんな動いてる。なんか安心する。みんな生きてる。あれよ。写真撮ったから、ポスター変えるはずなのよ。あ、違う、タヌポートだ。タヌキショッピングのこっちね。はい。エイミー買うでしょ？そして、スミちゃんでしょ？タックン買う。あ、タックンいいな、それ。すげえ決まってんじゃん。そして、ハチク持ってるピンだね。何その海外の俳優みたいな写真。なんか顔に触るわ。そして、ムーいいね。これすごくいいよ。素敵素敵。で、以上かな。そうだね。オッケー。他なんか欲しいものあるかな。ホースリールいらんな。ワーキャップいいな。普通に欲しい。そして、これ買っとこっかな。公園の時計。これをね、あそこに置きたい。服屋さんの隣ぐらいに置きたいな。あそこの広場をね、綺麗にしたいな。電話ボックスも買っとくか。あと自販機ね。よし、結構近代化が進むんじゃない？これ。じゃあ今日はもうこんなもんですかね。結構いい感じだと思う。そしてプレゼントとかあるんで見ていこう。クライミングウォール、これもう一個じゃん。これでしょ。より安全性が増すね。これは映写機？マジで？え、めっちゃ嬉しい。いや、ちょっと分かりづらいけど、これ映写機なんだよな。え、どっから出るの？あ、動いた。これどっかに照射される？いや、分かりづらい。昼間だからすっげえ分かりづらい。そしてこれは鉄鉱石ね。オッケーオッケー。そしてもう一つ、カマキリヘッド。なにこれ、ヘッド？部屋の中かな。これはコーデュロイスカートか。違うな。違う違う。あ、おっしゃった。メッセージボトルの内容全く読めなかったけど、パームツリーランプっていうのを手に入れました。あ、もうこれ知ってるやつだな。じゃあいいや。カマキリヘッドが気になるんだよ。
これ壁に飾るんじゃない？マジで？マジこれ？すげえな。カマキリヘッドだ。これは誰が見てもカマキリヘッドだ。ちなみに白いホールの壁を、部屋に貼ると、あ、こういう風に、あ、これいいな。悪くない悪くない。わあ、わあ、でもなんかちょっとキモいな。やっぱり虫ってでかいとすごいキモいよね。うん。すっごい助け求めてる。